先生の責任です。この学校の仕組みを甘く見すぎていたようです。君たちに顔向けできません。いや！いいの？顔向けできなかったら、俺が殺しに来んのも見えないよ。カルマ君！先生は今落ち込んで、俺は問題変わっても関係ないし。すげえ、数学100点かよ。俺の成績に合わせてさ、あんたが余計な範囲まで教えたからだよ。だから出題範囲が変更されても対処できた。だけど俺はこのクラス出る気ないよ。前のクラス戻るより暗殺の方が全然楽しいし。でどうすんの？そっちは全員50位以内に入んなかったって言い訳つけてここから尻尾巻いて逃げちゃうの？それって結局さ、殺されんのが怖いだけなんじゃないの？なんだ、コロ先生怖かったのか。それなら正直に言えばよかったのに。ねえ、怖いから逃げたいって。にょや、逃げるわけではありません。じゃあどうすんの？